このウミタケは2つの伝統的な漁法で水揚げされますが、そのうちの1つ、ネジ棒漁を記者が体験してきました。ネジ棒漁は先に金具のついたこの長い棒を使ってウミタケを絡めて取っていきます。もう一発目から上がった場合、ウミタケの水管を鉄の棒に絡めて一気に引き上げるネジ棒漁。棒は水深によって長さを変え、最長で10メートルほどにもなります。今回佐賀市川添町の漁業者藤川直樹さんの漁に同行させてもらいました。もともと海竹はどこに置くかわからんけん、やっぱりこう仲間同士で協力してこうどこら辺が置くから探すわけ。姿が見えない中で海竹を取るネジ棒漁。まずは多く集まる漁場を周辺の船と情報共有しながら探します。漁場を見つけた後は長年の経験が物を言う世界でした。刺した感じで海竹の方いそうな感じかなという土は探す。海竹がいそうな感じの土って何ですか？口では言われもちろん経験はありませんが、この伝統的な漁法に私も挑戦してみました。ウミタケを取るその前にこの棒を持ってバランスを取るのがまず難しくて、よし、藤川さんにネジ棒を海底に刺すところまでやってもらい、順調に引き上げられると思ったのもつかの間。どっち？まだ。あ、無理かもしれない。藤川さんのご好意に甘え、何度も体験させてもらった一方、お手伝いもしてきました。よし、ナイス。ナイスキャッチ。17年ぶりの本格解禁となった海竹漁。技術を学ぼうと今年は若手漁師も参加しています。ネジ棒の調整に悪戦苦闘していますが、ベテラン漁師からしっかり教わっていました。言うんだろ、はい、奥さん、こういえば早う教えてほしかったです。若手がこう見よう見まねで挑戦するっていうその気持ちが初めは大事件が、それで面白かなとか思ってまた来年とかね来て、若手の海竹漁が増えてくれればまたそれはそれで嬉しいことかなと思う。古くから愛される有明海だけの珍味海竹。漁の再開は伝統漁法の技術をつなぐ意味でも大きな価値があります。